私を信じてついてきてくれ。大老としての矜持をお見せいたします。そうだね。うん。何？あれ？何？これは信じられないよ。ねえ。何？これは信じこれは名を知りたい。六道輪廻だ。許しがたいね。信じられないよ。よし。私を信じてついてきてくれ。大老としての矜持をお見せいたします。悪は滅びるのが世の常だ。僕を相手にして叶うと思ってるの？悪は滅びるのが世の常だ。今こそまれびとを倒す時。刀神としての力存分に振るおう。へえ。あれ？違います。ええ。私は天海と申します。お見知りおきください。うんうん。ええ。天が五剣に神下ろしの力が加わったものが、どれほどの力を持つか、いずれ何時にもわかるだろう。汝の剣として英語を汝と共にあろう。僕を呼び出すなんて見る目があるじゃん。僕の名はアマネだ。ま、よろしくね。汝の帰還歓迎する。よく戻った。何か用事かい？これは俺？参りましょう。よし、行く。行こうか。みんな用意はいいかな？準備万端。いつでも行けるよ。さて、どうからかってやろうか。
お相手つかまつります。勝利におごらず、今後も気を引き締めてまいりましょう。句を読むだけでいいなら、どうかした？藩主とは名ばかり、気ままに諸国行脚する趣味人さ。旅は道連れ、世は情けってね。私は七代友長能と申します。あなたの力になりましょう。日記を書いている時間が一番の安息だ。俺イズナっていうねん。俺の力貸してほしいんやろ。日記を書いている時間が、藩主とは名ばかり。体調は万全だ。いつでも何時の要請に応えられる。若輩者ではありますが、メナシクルという一族の首長を任されております。これから出会う者たちは、汝の行く道を照らす光となるはずだ。キャンプ場から別の世界に飛ばされるとか、なんかゲーム。ここに来た理由はただ一つ、まれびとと戦うことだ。若輩者ではありますが、メナシクルという一族。ここに来た理由はただ一つ、まれびとと戦うことだ。名を常盤という。天刀流の力見せてやる。汝の剣として英語を汝と共にあろう。私は水戸藩藩主徳川光圀だ。藩主とは名ばかり、気ままに諸国行脚する趣味人さ。何時の帰還歓迎する。よく戻った。若輩者ではありますが、メナシクルという一族。体調は万全だ。いつでも何時の要請に応えられる。私もいわゆる普通の女子高生のつもりだったんだけど。何時の帰還歓迎する。よく戻った。俺の名はサガンボだ。よろしく頼む。天狗様の力が入りようかい。何時が呼びかければそれに応えるものが現れるだろう。私は葵。
鬼族。今はこの国の地図を作るために旅をしているの。体調は万全だ。いつでも何時の要請に応えられる。キャンプ場から別の世界に飛ばされるとか、なんかゲームみてえだ。天が五剣に神下ろしの力が加わったものがどれほどの力を持つか、いずれ何時にもわかるだろう。俺の名はサガンボだ。天狗様の力が入りようかい。何時が呼びかければそれに応えるものが現れるだろう。俺の名はサガンボだ。天狗様の力が入りようかい。何時が呼びかければそれに応えるものが現れるだろう。これは国崩しというんだ。相手を打ち抜くのに特化してるんだよ。さ、誰を料理すればいいのかな。何時の帰還歓迎する。よく戻った。僕は加納探幽、江戸城の奥絵師です。絵師の他にも画霊退治をしたり、まあいろいろとこなしてますよ。何時の剣として英語を何時と共にやろう。どうだいこのからくり人形、なかなかの出来だろ。何時の帰還歓迎する。よく戻った。これは国くっさ、誰を料理すればいいのかな。これから出会う者たちは何時の行く道を照らす光となるはずだ。名を時はという。よろしく頼む。天刀流の力見せてやる。天が五剣に神下ろしの力が加わった者がどれほどの力を持つか、いずれ何時にもわかるだろう。お役に立って見せましょうぞ。すまぬ、ネズミがそこにいたものでな。何時の帰還歓迎する。よく戻った。これは国くさ、誰を料理すればいいのかな。これから出会う者たちは何時の行く道を照らす光となるはずだ。名を時はという。天刀流の力見せてやる。天が五剣に神下ろしの力が加わった者がどれほどの力を持つか、いずれ何時にもわかるだろう。俺イズナっていう、俺の力貸してほしいんやろ。何時の剣として英語を何時と共にやろう。私は葵、今はこの国の地図を作るために。何時の剣として英語を何時と共にやろう。俺の名はサガンボだ。天狗様の力が入りようかい。これから出会う者たちは何時の行く道を照らす光となるはずだ。俺の名はサガンボだ。天狗様の力が入りようかい。何時の帰還歓迎する。よく戻った。私は葵、今はこの国の地図を作るために。ここに来た理由はただ一つ、まれびとと戦うことだ。名を時はという。天刀流の力見せてやる。何時の帰還歓迎する。よく戻った。俺イズナっていうね、俺の力貸してほしいんやろ。体調は万全だ。いつでも何時の要請に応えられる。
どうだい、このからくり人形、なかなかの出来だ。体調は万全だ。いつでも何時の要請に応えられる。私はルコっていうの。一緒に遊ぼうよ。お手伝いをすればいいの？わかった。私頑張る。天が五軒に神下ろしの力が加わった者がどれほどの力を持つか、いずれ何時にもわかるだろう。生涯をかけるべき雇い主を探しておるが、なかなか見つからんもん。お主が生涯の雇い主になればよいのだがな。日記を書いている時間が一番の安息だ。何時が呼びかければ、それ日記を書いている時